メタマスク抜かれたシャープメタマスクシャープ注意喚起シャープ拡散希望。この情報は2023年6月の情報です。メタマスクのサポートとやり取りをしまだ原因がつかめていないものです。複数のウイルスソフトやマルウェア削除ソフトにも引っかからないので注意してください。2つの事例を実際の画面を見せて解説しますので最後までご覧いただきあなたも盗まれないようにしてください。事例1、こちらは最近のものです。メタマスクに送金すると届いた瞬間に他のアドレスに送金される。さらにメタマスクには送金履歴が残らない。複数のソフトでスキャンするも発見できない。メタマスクのサポートも専門チームが調査中。実際の画面です。MEXC からメタマスクに少額を送金します。メタマスクにはきちんと着金します。しかし額には反映されません。自分のアドレスの履歴を見ると瞬時に転送されているのがわかります。なおこのアドレスで検索すると他にも被害に遭っている書き込みを発見しました。事例2、2022年頃のものです。メタマスクのアドレスをコピーすると、クリップボードが書き換えられ、他のアドレスに送金してしまいます。実際の画面です。コピーしたアドレスと貼り付けた際のアドレスが違います。これも複数のウイルスソフトやマルウェアソフトで全てスキャンしましたが、見つけたのはマルウェアビーツでした。使ったものなどは概要欄に記載しておきます。マルウェアビーツが優秀というわけではなく、それくらい見つけにくいといったことです。事例1のものはまだ見つかっていません。原因と注意点。原因1、おそらくパソコン内のマルウェアだと思われます。事例2に関しては見つけましたが、事例1はメタマスクの専門チームも調査中です。まだ原因はわかりません。原因2、今回使っているのがメタマスクのエッジ版です。2023年6月時点で最新版が Chrome 版より古いです。エッジ .283。Chrome .311.1 できるだけ Chrome 版を使った方が良いと思います。後に Chrome 版でもやってみましたが結果は同じでした。拡張機能が最新版かは確認しましょう。注意点、必ずテスト送金する。このメタマスク自体少額専用です。被害額は合計で50ドル程度です。
大金の場合は特に一気に失うので気をつけてください。大金はアカウントを複数作成するとかハードウェアウォレットなどで管理する、または専用のデバイスで管理しましょう。今回は緊急で作成しました。他にも知らないところから送りつけられた NFT や公式ではないサイトに接続するなど一般的な抜き取りは多々あります。もし被害に遭った方はコメント欄にでもあなたの状況を知らせシェアしてあげてください。誰かが助かるかもしれません。普段はウェブサイト作成やノウハウ提供などをしております。概要欄に詳細があるので参考にしてください。良き暗号資産ライフを見てくれてありがとう。